今回はですね先日私のチャンネルでも紹介をさせていただきました楽天のプリペイト SIM カードでなんと音声通話ができるというね、えー、話をね動画で紹介をさせていただいたんですけれどもまあこれは結構ですねやっぱり視聴者の方からもコメントいただきましてまあやはり一部の SIM カードでは音声通話ができるようですで私もね3枚のプリペイト SIM を持っていたんですけれども 1>, えー、1枚はできなかったんですが2枚については普通に音声通話ができたということでその動画でね紹介をさせていただいたんですけども、まあ、ただやはりこのプリペイトシムで音声通話ができるっていうのは結構やばいみたいで、まあ、販売店が大丈夫かとかね楽天モバイルやばいんじゃないかっていう話が、まあ、ちょっとねそういうプリペイトシム業界では話題になってるというかプリペイトシムが好きな方の間ではきっと話題になってると思うんですけどもで、まあ、やばいんですけども ま結論から言うとね、今5月になりました。まあ、月が変わったっていうのがあるのか、あるいはそういう話がね、いろんなとこから出てきて、まあ、楽天もやばいと思って設定を見直したのか分かりませんが、現状、私が持っているプリペイド SIM3 枚では、すあべあてで音声通話ができなくなりました。で、これやはりね、こう、販売店がやばいとかっていう話もね、えー、言ってますけども、まあ、ただ、 あのこれって最初はできなかったんですよ。私がこのプリペイトシムを買った時は明らかに音声通話はできなかったんですよ。なので、そのどっか最近ですね、最近何らかの楽天モバイル側のミスですよね、設定ミスにより管理ミスといいますか、一部のプリペイトシムでやっぱり音声通話ができるようになったということだと思います。だから販売店さんも当然、データシムだと思って売ってたし、最初はデータシムだったんですよ。 まあそれがどういうわけかどこかで切り替わって音声通話シムになってしまったということなんでまあ販売店からするとちょっとそれはとばっちりかなというところもありますけれどもまあ現状はまあ塞がれたということなのでまあ一応この問題もですねこれで終わりになろうかなと思います。で私はちょっと未確認なんですけどもそのパートナー回線だと音声通話ができるとかね楽天の要はバンドさんだと音声通話ができないとかっていう まあコメントなんかもいただいたりですね、あるいは、えー、となんか株主優待の SIM カードが今までデータ SIM だったんだけれども、それが音声通話 SIM になったっていうか、音声通話の音声通話ができる SIM カードにその株主のね、えー、得点が変わったということで、まあ、その辺の設定ミスじゃないかとかね、まあ、いろんなコメントをまあいただきましたけれども。 まあいずれにしてもですね、楽天側の何らかのまあミスじゃないかなと、楽天モバイルの方のまあ設定のミスかなと思います。実際私が持っていたプリペイドシム3枚でもね、2枚はできたけど1枚はできなかったということなんで、おそらくなんか管理されているグループが違ったのかなと思います。だから、プリペイドシムでもまあ,あるグループにおいてそういったことが起きている、一部のプリペイドシムで起きているということだったのかなと思います。ただ現状ですね、 え私が持っていいるカードでは先ほど言いました通りり音声通話できなくなくましたただもしかしたらねあの人によってはねまだそういうできるグループの SIM カードを持ってる方もいるかもしれないんで完全にあの解決されたかどうか分かりませんが一応報告として私の持っているプリペイド SIM では、まあ、音声通話はできなくなりましたということですでもう一つですねちょっとすいません言い忘れちゃったんですがコメントで、えー、なんかその楽天モバイルで契約した要はプリペイドじゃなくて楽天モバイルで契約したデータ SIM でも 音声通話ができましたっていうようなコメントもいただきましたのでやはりだからその楽天モバイル側の要はデータ SIM で音声は使えないようにしなきゃいけないのにもかかわらずまあどういうわけか音声通話 SIM の使いになってしまってるっていうことかなその辺がちょっと今めちゃくちゃになってるんじゃないかなと思いますのでまあいずれにしてもですねまあ最終的にはこれ塞がれる話だと思います。 であともう一つですねあの、これもその動画の中で一応言ったんですけど、ただこれはね、コメントで同じような方があまりいなかったというか、ほとんどいなかったのかな、1人ぐらいいたから、期限が切れても使えてますっていう話を私したんですけども、え現状5月になっても使えてるんですね。だから切れて、まあ、2ヶ月ぐらい経ってるんですけど、まだ使えてます。で、私はプリペッドシューに2枚持っていて、もう1枚も4月で切れるはずだったんですけど、それも使えています、5月に入ってね。 まなので、期限が切れても使えるってのは、未だに継続をしていますね。ショートメッセージの受信もできましたし、データ通信もあの利用することができました。ま音節は先ほどとおりできなくなりましたけども、まなので、誰かいらっしゃいませんかあの、期限が切れても、プリベイド SIM カードそのまま使えてるっていう方いらっしゃらないんですかね。私も心配にあって、この SIM カードって自分で紹介してるんですよね。で、その古い、ま約1年前ですよ。ちょうどね、切れる頃、1年以上前なんですけども、 確認をしましまたでその動画の中で私期限を自分で言ってるんですね何月何日が終わりですっていうことでその期限は明らかに過ぎているのでまだからやっぱり切れてると思うんですよちょっと私の記憶もね最近年取って怪しくなってきたんで、まあ、心配になって自分の動画を見返したんですがやはり切れてると思います。 まあだから、切れても通信できる、使えてるプリペイトシムがまあ存在してるっていうこともあるんじゃないかなと思いますで、ね、もしですね、そういう方がいらっしゃいましたら、ぜ、ま、ひ、あ、私のね確認も含めてコメントいただけると助かります。はい、ということで今日はですね、楽天のプリペイトシムカードね、データシムなのに音声通話ができてしまうという話のまあ続きでですね、5月になったらやはり塞がれたという話でした。はい、今回は以上です。 どこでも OK コンブクラス参拝じゃない